りがね、僕がグラウンドに入った瞬間にワクワクするような、で、まあ、ボールを持った瞬間に何をしてくれるんだろうって思わせるような、オランダという国の空気です。サッカーは世界共通なんで、オランダに行って数多く試合に出ることが2002年につながっていく近道だと思ってるんで、時代から日本サッカー史上最高の才能と言われてきた小野選手が移籍してから1ヶ月が経ちました。世界一を目指す男が向かったのはオランダです。ライン川の支流マース川の河口に広がる町ロッテルダム、フェイエノールトのホームスタジアムデカウプ、開幕1ヶ月前、5万人のサポーターに紹介されたフェイエノールトの小野伸二は心なしか緊張して見えた。Thanks for this mooie welcome. 信じようだよ。フェイエノールトロッテルダム、1908年創立、リーグ優勝14回、1970年にはオランダのクラブとして初めてヨーロッパチャンピオンに。小野伸二が選んだのはそんなチームである。オランダのビッグスリーといわれるフェイエノールトは、伸二に即ポジションを与えるようなチームではない。さらに J リーグの日程で3週間遅れたチームへの合流、チーム戦術を重視するオランダサッカー、小野はスタートから大きなハンデを背負った。よいしょ。しかしサポーターはたった一つのプレーで小野を認めた。イングランドのサウサンプトンを迎えたプレシーズンマッチで小野が見せたプレー、後ろから来たボールをアウトサイドでトラップ、ノーバウンドでコントロールしゴールへ向かう。Ja, ik vind het een fantastische voetballer. Hij is snel en dat is wat Feyenoord nodig heeft op het moment. Nou, de eerste indruk. Wij zijn naar de openingswedstrijd geweest tegen Southampton. Heeft hij natuurlijk maar heel kort gespeeld, maar... Oh no. Fans を大切にする姿勢は日本にいた時と変わらない。サポーターは言う。1年もすればオランダ国民全員が小野のサインを持っているだろう。ファン対応のために練習に入るのが遅れることすらある。九州ほどの面積の中に36チームがひしめくオランダリーグ、エルカーセーという小さなクラブに小野の成功を確信している男がいる。元浦和レッズ、ゼリコ・ペトロビッチ。Ik zit zeker misschien 30% in aandelen van die transfer naar Feyenoord。レッズ入団の前に7年間オランダでプレーしたペトロビッチは、当時の監督ロッバーンに小野の存在を知らせた。ロッバーンは現在フェイエノールトのゼネラルマネージャーである。イエルシティトップタレントよりもっともっとかいけアンダースイスエクタラーテエイレヨーロッパウィルティオーナ。ペトロビッチは小野にあるアドバイスを送った。イタリーインフランスインin German or on Spain is number 10 is like Zidane, but in Holland is no number 10, it's a second striker, and that is the problem for unpassing. Maar Ono is so intelligent dat voor hem helemaal mag niet uit waar speelt. In Nederland bestaat niet betere talent dan Ono, ook van Nederlandse spelers. 開幕の前日、オノに渡されたのは控え組を示す赤いビブスだった。Dat Ono veel later gekomen is. Dus daardoor krijg je minder tijd om wat dingen uit te proberen, om dat soort mensen samen te laten spelen. まあ、遠慮しないでやることが、すぐ遠慮しちゃうとこあるんで、まあそこが一番ちょっと大変、自分の中ではいけないことかなという感じがしますけど。
オランダ一部リーグエールディビジ開幕戦。ホームフェイエノールトが3対0とリードする。新しい選手を試すには絶好の展開。後半、小野が立ち上がる。3点のリードでゆったりとした雰囲気の漂っていたスタジアムが再び湧き返る。与えられた時間は10分。ポジションは右ウィング。ファーストタッチ、小野はゆっくりとしたドリブルでディフェンダーを2枚3枚と引きつける。さらにドリブルを繰り返す小野。これが自らが最も得意とする次のプレーへの布石である。小野にボールが渡る。引きつけられる2人のディフェンダー、マークの外れた味方がオーバーラップをかける。その瞬間を小野は見逃さなかった。ロスタイム、敵の目をかいくぐるように中央へとポジションチェンジした小野がボールを要求する。遠慮しないでやる。小野が出した答えは、日本で天使のタッチと呼ばれたスルーパス。歓喜に沸くスタジアムの中に小野の価値を認めた男がいた。相手チームスパルタの監督、フランク・ライカールト。若くしてオランダ代表の監督も務めた。世界一攻撃的なオランダサッカーの申し子と言われる男である。Ja, het valt mij op dat die, ik heb hem twee keer zien invallen dan. En tegen ons gaf hij twee keer een hele mooie pas waaruit gescoord werd. Dus het is mij al direct duidelijk dat hij een heel goed inzicht en overzicht heeft. Daarnaast is hij ook creatief, is hij goed aan de bal. Hij kan een man uitspelen. Nou, aanvallende spelers zijn toch vaak, of dat zou zo moeten zijn, moeten van een meerwaarde zijn. En ja... goalgetters, coaches, die taal is eigenlijk internationaal. Je hebt nou spelers die hebben dat in zich. Die vinden de weg naar het doel. En die zijn altijd belangrijk. En ik denk als het een goede buitenlander is, dat hij meer kansen ook heeft in Nederland. Omdat je toch wat meer tijd en ruimte krijgt dan in andere grote competities. Nederland hem nog wel beter zal gaan leren kennen. Want ik denk dat hij een hele goede voetballer is. Kaimakusen kara mikka go. アウェーでのロード戦。小野の出場時間は20分。再び右ウィングでのプレー。公式戦、わずか2試合目のポジションで、小野は卓越した適応能力を見せる。そして小野は、日本で培ったもう一つのパスを通す。深い位置まで下がってのピンポイントのロングパス。逆回転のかかったボールは、フォワードの前で優しいボールになる。それは3年半戦った赤いユニフォームでフォワードに送ったパス。これからも戦い続ける青いユニフォームでフォワードに送ったパス。ディフェンダーはフォワードのトマソンをたまらず引き倒した。小野は少しずつ出場時間とチームメイトの信頼を増やしていった。Omdat als gelijk moet Ono op spelen, en gaat hij één of twee wedstrijden minder spelen, dan hele pers, publiek en iedereen zegt Ono is niks. Nu met de slimme manier, wat doet hij Marwijk? Hop, alsjeblieft tegen de eerste wedstrijd twee prachtige passen, steekpassen, boom, goal, Roda. Paar mooie acties werken goed. Nu iedereen begint te praten over Ono, heel positief. 8月26日、デカウプ。相手はオランダ最強のアヤックス。ロッテルダム対アムステルダム。町と町をも巻き込んだ100年近くも続く戦いの異様な空気の中、ふと足を止めたオノは、スタジアムの一角に目をやり、自分を作ってきたものを確認しようとしていた。
日、世界一を目指す男はオランダで初めてのシュートを放った。